明けましておめでとうございます。今日はですね、この新しいスタイルの初詣というものを実践しようと思うんですけども、やはりこれからはですね、人が密集するところを避けないといけないので、まず神社の選び方からして大事ですよね。で、新しいスタイルの初詣ではですね、このようにこの確実に密が避けられそうな神社、これですね、こんなんそもそもここにあるということになかなか気づかないという神社ですね。鳩山公園の裏手にある白山神社です。今日はここに初詣をします。多分ね、二礼二拍手ですね。四拍手っていうところもあるんですけど、そういうのはね、出雲大社ぐらいですよね。やっぱり誰もいないしね、お正月だといっても何も特別なことは何一つないですね、この神社は。賽銭を置いときます。で、ここはね、まあ、白山神社なんですけども、ちゃんとね、神奈川県の神社明細書に載ってる由緒ある神社なんですよ。だからね、ご利益はないわけないですよ。だってなんせね、江戸時代からあるんだから、明治神宮や乃木神社やね、あと、靖国神社よりも古い神社なんで、なおかつ、神様が暇なので、その辺のね、こう、人が集まるような神社よりもよっぽどご利益あると思いますね。で、白山神社なんで、この辺部落なのかと勘ぐる人も多いかもしれないんですけども、座間市には部落っていうのは一応ないことになってるんですね。ただ、あの白山神社がね、関係あるかっていうと、その可能性はゼロじゃないんですよ。この辺り昔はね、星の谷って言われてて、一応ね、江田が住んでたっていう記録はあるんですよね。でも、それ以上のことはちょっとよくわかんないです。ついでだからね、この近くにね、実はね、あれもあるんですよ、あれ。こちらに日蓮宗のお寺があって、そしてこの正面に見えるのは、萬神堂ですね。今、佐賀県のね、萬神堂を巡ってますけども、座間市にもこうやって萬神堂があります。で、ここに萬神水と言われる湧き水がありまして、これはですね、日蓮聖人が勧進して建てたって言われてるんですけども、その時代にですね、地元のこの刀鍛冶からですね、火事に使ういい水がないので何とかならんかみたいに言われたら、日蓮聖人が見つけたというふうに言われてるんですけども、でも実際はね、多分ね、日蓮の時代よりもっと昔からあったんだと思います。で、この辺りね、鈴木っていう名前の家が多いんですね。で、その鈴木という家は、だいたい鍛冶屋の家系だと言われてます。だからもう昔からここの水をね、鍛冶に使ってたんでしょうね。この萬神堂はもちろんね、部落とは何の関係もないと思います。まさしく萬神堂ですね。伝説によると、鈴木弥太郎がたまたまこの地に来た日蓮聖人に良い刀を鍛えるためには良い水が欲しいのだがって言ったところって書いてあるんだけど、縄文時代中期の遺跡があるとか書いてあるんで、まあそのあたりで矛盾してるんですね。多分もう縄文時代からこの湧き水はあったんだと思いますね。ということで今日は新しいスタイルの初詣でした。